柳津町で先祖の御霊を供養する花火大会が開かれました。およそ800基の灯籠を只見川に流した後、7000発もの花火が打ち上げられ、夏の夜空を彩りました。これは福満国蔵村円蔵寺の夏の例大祭の一部で、戦没者や先祖を供養しようと100年以上前から続いています。今まで見た花火の中で一番綺麗で、すごい綺麗だなって思いながら見てました。もう感動しちゃいました。まず涙がね、やっぱり出てきてしまって、鎮魂の思いが届いたらいいなって思って。有料の観覧席はすべて埋まり、花火とともに歓声が上がっていました。